才能が憎かった。自分にないものを持っている彼が羨ましかった。世界は自分になんて期待してないだろうし、そもそも自分は誰かのためにあるわけじゃない。得意なこととか大切な夢とかもうどうだっていいよね。だから別にいいよね、一人くらい消えたってさ。Thank you.
Thank you.
you